どうも、はじめましての方が多いと思いますが、シャルルと申します。今回は自分のチームだ、サッカーのチームである J2 リーグに所属するザスパスサルズ群馬の試合を見て、そのおしゃべりをしていこうという回となっております。で、今回は J2 リーグ第3節、アウェイのベガルタ仙台戦ですね。よければお付き合いください。そして今回も、第4節、来節の東京ヴェルディ戦についてもちょっと語っているので、よければそちらも見ていただけると嬉しいです。では、行ってみましょう。はい、まずは注意事項となっております。初めての方はよければ読んでくれると、一時停止で読んでくれると助かります。はい、まずは試合結果、仙台対群馬、スコアレスドローとなっております。J リーグ公式からの視察です。コーナーキックのシュート本数は上がりましたけど、コーナーキックの少なさがちょっと目立ったかなっていう試合結果、試合視察ですね。試合を通しての感想、安定の守備システムで、そして攻撃陣の噛み合いということですね。前節、前々節と同じく、守備陣はだいぶいいけど、攻撃陣もギアは上がってきてるんですけど、まだちょっと足りないかなっていうのが、正直な印象がありますかね。はい。で、今回から新しい試みということで、この試合の個人的マンオブザマッチということで、仙台群馬関係なく、1人挙げていこうかなと思っております。で、この試合の個人的マンオブザマッチは、遠藤保志選手。仙台の50番をつけている選手ですね。すごいかったですよね。セットプレーでもキッカー務めてて、パスもすごいパスで、なんか中央切り裂いてたりして、こっちとしてはすごい脅威でしかなかったです。それ前半10分過ぎぐらいの3人入ったシーンなんかやべえと思いましたもんね。やべえ、これ決まるわと思ったけど、なんとか耐えてくれたっていう感じで、いや、ちょっとこれから多分この選手中心になってくんじゃないかな、仙台も。ちょっと後半戦がどうなってるか、楽しみな人ではありますね。では、続いて、もう少し掘り下げるコーナー。ここももうちょっと改善していきたいコーナーである。持たせて主導権を握る。前半の内容ですかね。うまく相手にボールを持たせて、そこからうまく止めてカウンターを仕掛ける。それが今節の主な形になっていくんですかね。中盤で止めて、攻撃陣で一気にカウンターを仕掛けていくっていうのですね。で、序盤のアクシデントも大きな間違いなく超えていく組織力。守備システムって話もありましたけど、細貝選手のアクシデントもありましたけど、それで交代選手、トシがうまく入って、風間兄がボランチに入りましたけど、大きな問題なく、みんなで集中できていたんじゃないかなと思います。で、はまりつつあるカウンター攻撃。守備陣が頑張っている中で攻撃がちょっと足りないよねっていうところで、カウンター攻撃が前節、なんかよりかもだいぶ効いてたんじゃないかなと思います。今回深堀が一番目立ってたかなっていうところですかね。やっぱあの人は怖いわ、化けてくんないかなと思ってます。で、影の立役者小島雅也ということで、古巣ということもあって、ごめんなさい 影の、古巣ということもあってだいぶ気合も入ってたんですかね。3試合連続フル出場でだいぶ縦横縦横無尽に動いてくれて、さすがスタミナの定評にある選手だなと思います。うまくあれですよね、カバーしてくれたり、それで攻撃にもちゃんと参加してるので、あんま酷使しすぎてダメになんないかっていうのは心配ですけど、大槻監督ならそこは大丈夫でしょうっていうところで、で、唯一の開幕3セーブ失点ということで、いや、これは素晴らしい記録だと思います。22チームいる中で開幕3戦無失点。クリーンシートですね。それに対して攻撃力がちょっとっていうところもありますけどね。で、少し足りない攻撃のピース。さっき言った通りに、ちょっと、開幕3戦無失点ですけど、対して得点は1得点というところはちょっとねって感じですかね。で、シュートチャンスをいかに増やせるか。決定力って話もありますけど、大槻監督がインタビューでも言ってた通りに、決定力を上げるのではなく、シュートチャンスを増やして、それを決めていくっていうのが、自分も好きなので、そういうのはぜひやっていけたらなと思います。はい、セットプレーの回数、コーナーキック少ないと思いましたけど、そういうことです。シュートチャンスを増やして、シュートチャンスを増やせば、おのずとセットプレー、コーナーキックの回数も増えると思うので、そこはどんどん取り組んでいくべきじゃないかなと思います。はい。勝てる試合ではあったかなと思います。3試合連続クリーンシートの裏には、3試合で1得点という足りないもの、ここの対照的なものをどう絡めていくかが、今後、鍵になっていくんじゃないかなと思います。第4節、
VS 東京ベルギー戦、3月13日日曜日、2時キックオフの正田醤油スタジアム群馬で行われます。ホーム戦ですね。はい、左は4節までのお互いのデータとなっております。よければご覧ください。で、さっきは、1枠いっぱい。で、こっちから見て、アウェイ、の時は1対3で負けて、こっちが青梅の時は2対2で引き分けだったと思います。で、3節だけですが、まあ、リーグ2の得点力、5得点ということで、ちょっとそこは侮れないんじゃないかなと思います。まあ、こっちも3試合連続無失点ですからね。まあ、北立て対決になるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと軽い煽り風に笑ってみました。ごめんなさい。はい。で、同じ戦績で1勝2分けということで、その2分けというのは長崎、徳島に追いつくという形で引き分けております。それも結構早い時間帯で追いついているので、ちょっとこっちが先制点取る形になったとしたら、まあ、侮れないんじゃないかなという感じですね。で、個人的注目選手として、小池純喜選手。まあ、古巣ということもありますけど、まあ、去年は日本人ランキング、J2 の日本人得点ランキングでトップじゃなかったかなっていう感じもするんで、まあ、そこはまだ今季は得点ないですけど、そこは怖いなという存在ではあるんじゃないかなと思います。アディショナルタイムでちょこっとだけ出した。まあ試合関係ないって話ですね。ベルギー戦も楽しみですけど、ちょっとここはまあゆったり行きましょう。まあ仙台行ってきました。やっぱり J1 の経験あるスタジアムでかいねっていうところです。屋根もあって雨とか雪の心配も観客席側からはあんま問題なさそうですね。風は寒かったです。群馬とは違った寒さでした。はい、キャッチコピーどうしようっていうところで、日曜日まで頑張って考えたいな。あんまり思いついてないんだよね、うまいのが。みんな色好きなのかなって思いながら考えてたりします。で、毎回グータッチしよう。まあ、これはちょっと社長が、みんな多分忙しいと思うので、みんなじゃなかったと思うんですけど、自分のとことは、試合、アウェイのゲートに入って、そしたら社長がいて、グータッチしてくれて頑張りましょうっていうので、ああいうの結構好きっすよね。そういう、こっち側からも雰囲気作るっていうのは大切かなと思います。ぜひ、できるなら毎試合やってほしいものでもある。アウェイはね、ホームだとね、キリがないからね。ゴール裏も、あれですかね、ホームメインもあるから。ちょっと忙しいですもんね。はい、では皆さん行きましょう。ビヨーンザスパー。はい、こんな感じでまた今回もしてみましょう。なんかビヨーンと投げんじゃねえかなってちょっと思ってたりする。はい、はい、まあこんな感じで。まあ気に入ってくれた方はよければ、チャンネル登録とかで、まあ来週の試合もきっとあげるので、よければ、見てくれると嬉しいかなと思います。高評価とかもね、励みになるので、よかったらお願いします。はい、次です。東京ベルギー戦、勝ちましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。